使えてりゃタダで食える。皆寝静まった。動くなら今だ。助けに来たぞ。教えに従うか。私を試してんだろう。いや、思いたがうな。ここに囚われておる者を救いたいのだ。糸という女子はどこだ。さあ、見たことない。他の小屋であろうな。来た、大鷹族が来たよ。ほい、ハルボー。次の子は猛虎か。俺がバンを倒しておこう。その後逃げよ。チンハルボ、てめえ、ガリチンめ、おい、
逃がしてやる。よかった。兄さんはどうなりました？寺の外に向かわせる。さあ逃げよう。共に里へ帰れ。他の人は欺かれてただけで殺される道理はありません。猛虎は始末しよう。全身と語らねば。二度とあってはならんことだ。命までは取らないで。良い方だったんです。太田家族が息に来るまでは。待たせてしまったな。逃げろ。ここにおれば見つかる。いけません。妹を見つけなくては。いとか。ええ、知ってるんですか？すでに助けた。行け。お主を待っておるぞ。ああ、ありがとうございます。ご武運を。あとは前進。あとは前進。寺の中だろう。내기 좀 할 수 있다. 여섯 배. 尽くしたのだ。うわ、殺さないでくれ。見誤るな。大鷹はここにはおらん。だが大鷹の毒は俺も食らった。一度は潰れかけたが、己に相対することで打ち勝ったのだ。何が見える？叫ぶわらべ。侍に村を焼かれ、空手のわしに食い物を買う。なだめようとするか、泣き止まず、もう耐えきれぬのだ。耐え抜くのだ、今宵だけは。大鷹の声か。弱くなった。わしはこれまで罪なき者らに何を語った？何をしてかした？愚物であった。信者に全て打ち明けよ。大鷹族は恐怖で我らを操り、下人にすべく企んだと。急に服するため勤めよう。その後寺を離れる。大鷹の声が消えるまでは。いつか安らげるとよいな。痛み入る。いかような過去があるか存ぜぬが、そなたは勝てよ。
戦は終わったの？鶏と櫛を取り返す。さあ寄って見ていってください。それだけ？これくらい自分で守らなきゃ。バカにさ。これで猛虎に勝てます。いろいろと揃えてますよ。戦は終わったの？